お元気ですか、市民の皆さん。明けましておめでとうございます。今回はお正月ということで、はい、特別にスタジオを飛び出して吹田の街を街ぶらしていきたいと思います。なるほど、いいじゃないですか、はい、ちょっと藤井さんと街ぶらしたかったんですよ。ね、私もしたかったので。ほんまですか？初めては。本当ですよ。全然感情こもってないですけど。いや、もう楽しみでなりません今日は。嘘ついてる時の丁寧さ。またまた、今から楽しい収録が始まるんですから。そうですね、はい、ということで始まりました、新年最初のお元気。MC2 人で初の街ブラで、あれこれハプニングも続出。後半にはあの世界的アーティストからスペシャルなメッセージが。お元気ですか、市民の皆さん。新春スペシャルスタートです。サンクス夢広場をスタートした2人と、田村さん、誰かおる。なんか手振って、いつも生徒賞宣伝していただきありがとうございます。なんか喋るの早いね。横断歩道も向こうから喋ってくださって。こんにちは。私あの吹田駅前商店街の PR を任されている原木船と申します。どうも、いつも宣伝していただきありがとうございます。いや、こちらこそ。わざとらしく登場したのは吹田駅前 PR 大使原木船ちゃん。何やら田村とは深い関係があるというのですが。ちなみに吹田高校でございます。はい、大先輩。これはこれはご苦労様でございます。今日はお二人と一緒に PR を。あ、行くんですか？はい、あ、そうですか。あ、じゃあちょっとこの、ね、はい、あの高校も吹田高校出身ですから、はい、結構いろいろ知ってるでしょうから。もちろんです。じゃあ PR 知っていただきながら、はい、一緒に行きましょうか。よろしくお願いします。はい、お願いします。原さん、あれあれ、いや、本当に吹田を愛している人しか見えないと言われている吹田の妖精ですよね。色こそ違うけど、あのジャージはまあまあまあ、後ほどってことですね。吹田の妖精？エンジ色のジャージ親父が映りましたが、そこは気にせず吹田愛を語りながら街ブラ再開。はい、こう都会すぎず、うん、緑もたくさんあって、うん、田舎すぎないちょうどいい緑のある、確かに本当にちょうどいい街やなってめっちゃ思います。ちょうどええ、ちょうどええ、住むにはちょうどええ街やなって思います。確かにそうやね。友達も子供が生まれてから吹田出身じゃないのに吹田に引っ越してきたっていう子結構多いんですよ。いや、やっぱね、子育てに関しては吹田相当いいよ。そうですね、いい公園もたくさんありますしね。公園でしか遊んでなかったです。川みたいなのがあるんで。あ、そうね、ここで夏場は遊んで、あ、駄菓子屋行ってみたいなのが定番でした。あ、子供の時ね。はい、まあ、駄菓子屋はさすがに今は減ってるやろうけど ね。でもこの6個も商店街がこう繋がってるとなかなかないですよね。そうですよね、うん、本当に買い物に困らない。そうだ、やっぱそんだけ吹田が住みやすくて人がおるから商店が伸びていったんでしょうね。本当そうだと思います。え、今も吹田在住？今は市内にいるんですけど。何歳までいたの？22までいました。出てからよりちょうどいい街やなってすごく思いました。うん、何でも揃ってる、都会にすぐ行ける。そうね、アクセスはいいもんね。そうなんですよ。確かに。あれ、あれ、あれ、王道製パンさんというね、こちら美味しいパンが売ってるというお店でございます。あれ、どっちどっち、絡んでいる。失礼します。どうも、失礼します。こちらね、ありがとうございます。これ美味しそうなパンがね、発見しましたね。またもうここも何年ぐらい。ああ、これが和光堂製パンさんですね。我々がね、田村君、田村君、何してんの、何してんの。ロケです、ロケ。じゃあ、さっきこっち、さっき行ってるから、さっき行ってるから、それ後からちょっと大きめな2台のカメラ撮んのやめて。俺これ、2人でやってるから邪魔せんといて。北摂で街ブラすること10年。もちろん、吹田の街も隅々歩いた、言わずと知れた街歩きの達人、上條武史と遭遇。見てよ、あのパン屋さんの奥にあのかかってちょっとだけ出てる俺のサイン。もうほ、もうほぼほんまや、来てる来てる。ちょっと嬉しいねん、このお店。いやいや、ちょっとすでに来てますやんか。おかしいよ、美味しいんやから、ここ。違うでしょ、ね、タイミング、ね、パン美味しいですよね。パン美味しいんですけど、美味しいね。ちゃうでしょ。何、いやいや、これ今ゲストでしょ、こっちの。ほんまのロケしてたわけちゃうでしょ。いや、ほんまのロケやん。ほんまのロケちゃうでしょ、ほんまに。ほんまのロケ、ほんまのロケ、ほんまのロケやけど、ただ
こっちの大きな力にグッと行くのは全然ありだと吸収できる。全然すぐこう2人で行けるから。ロケって吸収されるもんだ。そうなんじゃん。そうやって成長していくんだ。そうやって成長していくの。芸人。そういうゲームありますけど、どんどん吸収して補っていくゲーム。え、これすごいね、これ。いやいやいや、すごいじゃないですか。ね、PR 大使の方と一緒に。こんなええロケやってんや。そうですよ。これもちょっと待ってくれ。スイター愛してるからね。田村くん、ほんまですか。頼むで、俺何年ずっとスイタでロケやってきたの。ちょっとあんたスイタ出身で帰ってきてメインやって上条町歩いとけ。やめとんかお前。俺は歩いとけとは言ってないから。スイタはほんでロケやりやすいね。あ、ほんまですか。もう俺すぐそうやって、お姉さん入ってきて、ええからええから、ええよ入ってきて。お母さん、あ、お母さん、お母さん今どっち行って振ってくれた。ほら、俺誰に手振った。スイタ俺です。え、お母さんこれ誰か分かります。うん、キリンの。あ、そうそう、キリンが来るね。キリンが来るね。タイガじゃないから、キリンが来る。俺 NHK やったね。そう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 。どうも、嬉しい、ありがとうございます。お母さん、逆にちゃん、こちらの方お名前分かりますか。すいません。スイタのスイタ君。スイタのスイタ君。俺ゆるキャラちゃうし。こんな生々しいキャラクターいませんよ。丸出しの水炭的な。清水さん呼ばんといて、急に清水さん呼ばんといて。まず解決して。僕は知らないですか。坂東英二さんですよ。これたまらんでよ、お母さん。あんまりそれは違う。違う、真面目に返された。真面目に返された。めちゃくちゃ似てるんじゃないですか。そう、お母さん上条武史いますね。水炭の町に回らせてもらってます。町ぶら、いや飛んでます。覚えておいてください。はい、わかりました。上条武史、はいね、覚えました、はい、名前何ですか。僕の上条武史。はい、ありがとうございます。まだ今やったら覚えてる。家帰ったら忘れて。いや、お母さん、お母さん覚えておいてください。まだお願いします。すみません、すみません。あ、すごい。田村さんに負けないぐらいスイター愛があると。愛がありますよ、スイター愛ありますよ。すげえすげえ、どんどん豪華になっていく、ね。まあ、本当にね、もう豊中池田、スイター、茨城、摂津、箕面と六市を回っております。北摂六市を守って回っております。 J コムアワー上条武史でございます。皆さん毎日やっておりますので、ぜひ、あの、僕の街ブラも見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう気持ちが強すぎて守ってるってますもんね。ということで、僕もちょっとここ参加させてください。ぜひぜひお願いします。はい、お願いします。行こう。MC2 人で始まった街ブラもいつの間にやら4人になるわ。エンジ色のジャージに身を包んだ親父、もとい妖精も出るわで、田村ご一行はこの先どうなる。さあ、こう人数増えましたね。え、上条さんと原さんは面識は。原さんは今会いましたよね。あ、初めてね。それないって言うんですよ。それ面識ないって言うんです。いや、でもなんか朗らかな感じでね。あ、いいですよね。朗らかですか。初めて言われました。スイタなんですよね。はい、スイタ生まれ、スイタ育ちです。駅前 PR 大使なんですって。はい、駅前、はい、駅前商店街を PR させてもらってます。駅前のどっか居酒屋一回オール巨人賞に連れていていただいた時に、はい、あの、那須の、はい、あの漬物が来て、はいはい、普通に食べよう思ったら1個こう繋がってて、はいはいはい、もうね、あ、繋がってますねって言ったら巨人賞が、ちょっと俺聞いた声読んでって。いや、全然これ1個繋がって大丈夫じゃないですか。うんうん、って、君、うん、アルバイトか知らんけどな、命かけて切らなかった今日はいいけどな、って。さすが巨人師匠。あの、なんでもない居酒屋がクッと閉まったさすが、どこでもキュッと閉めれますからね。そうそう、駅前ね、駅前。どうですか、上条さん、今年なんか抱負とかあったりしますか。今年、はい、せやね、とりあえず北摂を守るってことだな。さすがディフェンス。ディフェンス。北摂ディフェンス。はい。もう言うてたんですね、じゃあ先にね。北摂ディフェンス。なるほど。いや、本当お世話になってるんでね。ああ、確かに。あの、北摂の街。あと、あのね、一個だけ注意点が、うん、はい。あの、先ほどから、はい。あの、えんじのジャージを着た、スイタの妖精がちらほら出没してるので、あの、気をつけてください。えんじのジャージ、はい、はい。えんじの、あずき、なんか、早稲田のラグビー部かなんか。みたいなね。スイタの妖精、スイタの妖精、見えない妖精なんですよ。あ、そう、はい。チラチラ映り込むスイタの妖精も気になりますが、田村ご一行が行く先で待っていたのは、ちょっと人知れず、なんかおるけど、あれ上原さあ、なんて書いてる。いや、これだ、え、あれでもだ、ダルビッシュじゃないの。あれマジですか。ダルビッシュや。いや、ダルビッシュやな。ダルビッシュ、スポーツ用品店の前におる。ダルビッシュ、おめえ、ダルビッシュって今アメリカちゃうの。いや、ちょっと待って、ちょっと、ダレビッシュ、ダレビッシュ、ダレ、
ルーじゃない、レーなってるね。レーやん、何や。じゃあ知らん人や、じゃあ行こう行こう行こう、うん、誰や、全然知らんおっさんやん、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっとマウンド勝手に入るのやめてもらっていいですか。ああ、ごめん、すいません、ごめんごめん、胸板すげえ立ってるやん。申し訳ありません、はい、シカゴカブス所属、はい、ダルビッシュ有です。この角度をキープさせてください。かなり限定的やな。鼻水めっちゃ出てるやん、大丈夫ですか。いや、ちょっとシカゴの寒暖の差で。寒暖差出られたんですか。谷本スポーツさんに、はい、オフの時はいつもお世話になってます。あ、そうなんですか。知らんかったな。そうそう、いや、もうメジャーリーガーは全員ここで勝ってますから。ここんなわけない。ダルビッシュさん、思いっきりセールの男しか見てないやん。サミー・ソーサも 20%。 いや、サミー・ソーサちっちゃいやろ。これマグワイア選手。マグワイアちっちゃいやろ、それ入らへんやん。大谷君に買っていこうかな。誰やそれ。ちょっと待って、田村君、お前ちょっとサングラス取って。サングラスか。サングラス。あれ？お前松竹芸能の末島隊員やないか、お前。ほんまに誰やったら。どうも末島隊員です。いや、誰やねほんまに。ダルビッシュのモノマネでダダ滑りの芸人末島隊員登場。先輩芸人の前で少々緊張気味。私は応援します。でもダルビッシュはないわ、身長足らんし顔似てへんし、やっぱないわ。え、なんか吹田関係あるんですか。吹田出身ですよ、僕。なんかそうなんや。全然ここも来てます。あ、ほんと。谷本スポーツ店さんもなんかお世話になったみたいで。え、僕は吹田一中出身なんで、はいはい、そこにもいろいろ応してくださってるとか。あ、そうなんや。体操服とか。体操服とか。そうなんや。そうなんです。すげえ。あ、じゃあ本当にゆかりのお店の前で。そうなんです。一ネタ。そうですね、バリバリ滑ってね。滑ってないわ。いや、滑った。何も言ってないよ、俺たちは。言ってない。決して滑ってません。いや、今日はね、でも、僕も球数制限ありますけど、一生懸命ね、全員野球で頑張りたいと思います。やかましいわ。球数制限けどね、卵数制限だけやめてやもん、ほんま。これだけ制限せんといてやもん、ほんま。ゲームセット。頼むで。コンビなんですか。はい、OK。すごいなぁ。さっきないね、お前。お決まりの下りやらんでええねん。松竹コンビです。ネタもバッチリ決まったところで、副島隊員も合流。これでメンバーは5人に。ほんま一体どうなんの。で、元俳優やったよ。あ、そうです、ちょっと。あ、そうなんですね。いやいや、でも声援もでかいし、うん、ね、胸板も熱いですしね。胸板は入れてんねん。あ、そうだ。仕上げてきた。筋肉がね、結構柔らかかったですもん。通天閣の地下にうちの劇場あった時に、はい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 、まだ入りたてで呼び込みのバイトしとったんね。劇に入ってください。ほんであそこの歌謡劇場の歌のファンの70代、80代のおばちゃんに、うわーっと男前やー言うて、もうチェーセンモーテン。チェーセン言うな。小銭稼いだな。あれで。待って。ケバブ魚屋さんやから。ケバブグリル。いやいや、言うてないから。ケバブ無理やりブラジルにするのやめてくれる。ケバブ。ケバブじゃないよ。あ、でケバブあんの。あ、こケバブどこがやねん。いや、お魚。どこがや。おいしそうな。ケバブ。違う違う、魚でしょこれ。ケバブ。あ、あ、アジかなんかでしょ。フォックス TV。 フォックス TV。 フォックス TV。 フォックス TV 来るか。スイートでロケやるか、フォックス TV。いやいや、ちょっと、はい、ゆきよちゃんじゃないですか。そうです。お笑いコンビデニスの上野が登場。お目目パッチリ、いかつい口ひげ、鼻筋も通った異国情緒あふれるお顔立ち。でも残念、日本語オンリーで朝。あんだけ練習したのに出るタイミング一緒でした。そんなことあります。震えましたよ。あれ、カメラがもうこっちに。俺がやってんのに。カメラマンも多分なんかその上下関係分かってた。そんななんか足軽鉄砲隊の芸人より。もうこう、何も誰もカメラ向いてないと一人でケバブ。確かに、あんなにケバブ言うてんのにスルーやったな。スルーでしたもんね。俺ここ20分くらいおったから、そのおばちゃんたちももう時代変わったなみたいな。その魚屋がえみたいな。
まあ、地のおばちゃんだから魚が急に外国人がなんか新しいことせなあかん間違えた新しいそうそうそうあるからな、うん、はいそうですお茶屋さん外国人働くとかあるからそうですそうですその感じかと思っちゃったっていう、はい、僕はあの吹田のもうここがほんまに地元なんでもうそうやもんな五中やもんな吹田五中ですだからほんまのもう昔からこの行ってたとこでしょこの辺とかだってちっちゃい時のお母さんとここの商店街をそのこの見た目から信じがたい事実ですけどマジでずっと走り回ってましたここは、はい、すげえそうなんですめっちゃ懐かしいですで案外今俺たち誰もみんな吹田出身やけどここが地元おらへんかったからえマジで全部知ってますじゃあ本当に知ってます石神さんも知り合いでしたそうなんやそう知り合いでもちろん昔から知ってるそうなんです懐かしい どんな子でした真面目な子やったね。いやいやいや知ってるね。ちゃんと知ってるね。真面目で、真面目やもんな。はい、真面目でね、ちゃんと大好きでね。勉強大好きでした。不思議と高校5年行きましたから。大好きすぎて、愛しすぎて5年間。愛してるね、勉強。懐かしいね。久しぶりすぎて分からなかったからね。会うのが子供の時に買い物してたそれでお母さんについてきてたそれで僕は高校の時にバイトしてたところに居酒屋に来ていただいて飲んでてで今それがいや僕働いてましたドワーってなって盛り上がってったところにいきなり僕謎ですよ久々の再会でケバブケバブって多分マジ頑張りましょうこれはいいわいやこれはすごいデニス上野も合流し6人に海外ヒーローものみたいに商店街を歩く田村ご一行ぼちぼちえんじ色のジャージ姿の妖精さんの行方も気になりますがすごい大舞台にしょぼいアベンジャーズしょぼいなんか何を救うかよく分からないけど吹田を守りましょういやでも吹田愛あふれるメンバーですからね、いやそれで言うと僕吹田守ったことありますからねおどういうことですかそうなんですよ江坂の方で、はい、あのひったくりーって声して、はい、でそれ僕捕まえてえで表彰されて新聞の子だよえーすごい本当に守ってるじゃないですかいやおかしいおかしいここのお店寄ってみましょうかいややってみましょうかここやったんやね本当の出番はここやったんやね目に入っちゃうああいや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 また隠れた隠れたよ男子高校生が試着してらっしゃいますが多感な時期やからね恥ずかしい開けちゃいますねえちょっと待ってなんか音楽聞こえるんですけどこれ リコーダー見たことないやと笛の色が見たことない床の色してますね聞けさあスモールワールドありがとうございます何してるんですかいやいや戻らなくていいんですよもう。ですね出た第21代目吹田市長日本一出たがりでご子息の芸人ジャルジャル後藤淳平をライバル視する後藤圭司市長昨年に引き続き当番組の出演快諾いただきましたちなみに演じのジャージは市長自らのご提案ですここに来るまで何回映ってるんですかいや、じゃないですよゆきおちゃんの見てくださいの顔を潰されたもう映画顔ですね僕が出るタイミングで一瞬で出たからいやもう毎日こうして街パトロールしてるんでたまたまですよいややかましてたまたまでこんな制服着てるかたまたまなんで制服着てるんですか制服屋さんやからそう制服着たら笛吹きたなるでしょなら制服なんかツッコミどころがたくさんありすぎてちょっと忘れてたんですけどなんかだってまず俺らが突っ込んでるのも謎ですよそうですねそうですよねスイタッコ誰いてますかはい、笛吹くでしょいやいや、聞いたことないですよ嘘大体女子の机のね、笛吹きますいやいやそれはまた男子的に違う女子のハーモニカは吹くかもしれないけどいや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 どっちも嫌ですよね師匠すみません、背広の人誰も笑ってなかったいかんな偉い人、全然笑ってなかったですこれ言いたいはい吹田が生まれて何年経つはい吹田はい私たちはこの間発表しましたがスタジオで勉強してますからこの辺ね、吹田町やったはいはいえ、市じゃなくてそれが吹田市になって、はい、今年、はい、いよいよ何周年になる何周年さあ皆さん吹田愛があれば分かるはずですよそうですよ、はい、愛の深さを70
10年おっていうのが、はいはい、父が、はい、61なんですけど、はいはい、そのおじいちゃんおばあちゃんからいてるので、はいはい、まず切りよく70周年とか、じゃあ70周年は私立西宮高校の野球部の創立違うわ違う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 221年あごめんなさい、これ221ってダルビッシュが大リーグで取った最多奪三振数です。緊張してる緊張してる緊張してる惜しかった惜しかった実は80周年惜しかった惜しかった惜しかった。そうなんです、記念すべき80周年、ね、はい、そして同時に中核市っていうのに移ります、はい、吹田市が中核市ご存知ですね、ゆきろさん、中核市どういう急に外国人の言葉がないの中核市あのね、全国で6畳しかないんです、はい、あだからでかい町みたいなことお素晴らしい。だって吹田ってやっぱり、はい、なんか東京で言ってもみんな絶対知ってますもんね。確かにやっぱね、吹田有名ですよね、はい、吹田有名ですもんね、はい、昔はね、なんかよう読まれへんとか言われてましたけど、吹田とかね、もう今やね、確かに読まれへん方が悪いんちゃうか、そう大きく出ましたね。ちなみにこの中核市になるとどういうことが今までと変わってくるんですか。ね、すごい権限が、はい、あの吹田市に降りてきます、はい、で単純に言うたらもう市民の命健康を直接守れる。今までは大阪府が守ってたんですね、はい、保健所ありますけど、それが吹田の保健所になりますし、はい、いろんなあの細かいこと、町のこう看板のこととかね、あそういう規制とかもねできる、全部あの権限が降りてくるんで、責任は重くなります。あ責任重くなるけど、はい、今までやったら大阪府で一括で判断してたものを吹田市ピンポイントで吹田市に合わせて判断できるということです ね、 ですね。ちょっとやはりじゃあ市長あの心強いので、ここから一緒にこの吹田アベンジャーズに入っていただいて、一緒にこの後ロケ来てもらってもいいですか。もう一曲吹けよ。いやもういいもういい、これはもういい。後藤市長も加わり、スイートアベンジャーズは7人に。リーダーの後藤市長から新年のご挨拶です。はい、市民の皆さんこんにちは。スイート市はいよいよこの4月から大きな節目を迎えます。80周年になるっていうのは皆さんご存知かと思います。同時にスイート市は中核市という一つステップアップした市になります。吹田市今医療健康とても力を入れています。皆さんも節目ということでは新しい日々を健康そして幸せの節目にしていただければ、そして吹田をますます愛していただいて力を一生懸命振り絞って、ああ吹田ありという町にしていきたい、そう思っております。ぜひよろしくお願いいたします。世界でその名を轟かす吹田市が誇るビッグアーティストからメッセージをいただいています。そうご存知、バイオリニスト葉加瀬太郎さん、情熱大陸のテーマソングをはじめ数々の名曲を手掛けた吹田が誇るスーパースター。イギリスはロンドンを拠点に活動している世界的ミュージシャンです。今回吹田市を代表し後藤市長が葉加瀬さんと対談、その様子をご覧ください。10歳の時に青山に引っ越して、で転校生として紹介されて、はい、また1週間も経った時に音楽室の放課後でなんか残ってたんですよ、何かしてて、はい、でその時に同級生で一番可愛い子がなんか話す、2人で話す機会があって、で俺はやりやってんねんけど、で私もやってんねんけどみたいな、で、どこ住んでんの、俺 C11、のぶこ、のぶこ、のぶこどこ住んでんの、 C10、どこやろ、隣の隣、はい、こっからですよ、僕がバイオリンのめり込んで、あー、大事ですね。で、じゃあ、だ一遍うち来てって言って弾いてくれたんですよ、僕の目の前、はい、まあ、6畳のリビングですよね、言ってたんですよ。聞いたこともないぐらい難しい曲をブワーッ弾いてたんですよ。何が起こってるんやと。これで負けてられんいうことでバイオリン弾き始めた。はあ、てかまあそっからのめり込んでいった。この話するとうちの母親がそんなことちゃって私がやったんやでって怒られて、いつものぶちゃんとは違うやろっていつも怒られるんですけど、私のおかげやろって言われて。そうと起きてないんですよ。
そうなんですよ、だから男の子の気持ちってのはそういうもんじゃないですか。そうです、そんなもんですよ。そんなもんなんですよ。そうですよね。そんなもんなんですよ。やっぱりちょっとモテたいなって。いやもうそのカッコつけるだけですけど。そうですよね。そのまんまですよ、僕も50超えましたけど、同じことやってますよ、今。大阪の下町、下町っていうかさ、ちょっとディープサウスとかだともうちょっとファンキーになるじゃないですか。はい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 、いかつくなるじゃないですか。で、僕いつも大阪出身ですとかって言うと、うん、あの、まあ、えってなるけど、はい、いやいやいや、山の手やからって言うんですけど、はいはい、山の手言うてんのでもその芦屋やとか右下部屋とかさ、神戸っ子と違う、その流ちょうどなんかそうなんですよね、雑草感もあるじゃないですか、はい、その千里って。で、もうすぐそこ箕面やし、みたいな。今はもうね、箕面ってなんかこう、あれけど、猿石川清志ぐらいしかない。いや、イメージなかったもんね。今、違うでしょ、全然。違う。いや、僕らの時は服部緑地なんて、今ほら、あの、新大阪からさ、ね、万博公園で夏ずっとライブやってたから、行くと、いやー、あそこ全部竹林しかないと思う。あー、そうです。ザリガニの一番ポイントだったんですね。カブトムス。カブト。そうです。で、だから、あの辺に行ってたなっていうのを、思い出すね。もう、すごいですもんね。ツイッター広報番組をご覧の皆さん、博士太郎です。市政80周年を迎える吹田市の皆さん、実は僕も吹田市民だったんです。今回吹田市政施行80周年記念として楽曲を提供させていただくこととなりました。丹精込めて作りますので楽しみにしておいてください。あと、吹田市のいろいろなところで流れると思いますので、ぜひ聴いてください。吹田の方にも寄せていただきます。田村さん、よろしく。博士さん、80周年記念の楽曲楽しみにしていますね。さーて、7人となった吹田アベンジャーズは吹田のランドマーク、メロード吹田へ。一番上にある第一廊では、絶景を眺めながら40種類以上の本格的な中華料理が食べ放題。家族、恋人など大切な人と一緒にいかがですか？さあ、今日はですね、このメンバーで吹田愛を語っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。吹田で一番行けてるとこじゃないですか、この。そうですよ、メロード吹田。こんな見下ろせる場所があるなんて、本当に。これ東京タワーより高いですか？そんなことないですよ。そんなことないですよ。ほんまに昔これできるってなった時、もう街がひっくり返った。確かに確かに。高すぎて何人か首取れたんですか？欲しいのにこれ。いや、これはめちゃくちゃテンション上がります。メロードスイマーね。シンボルで、ね、ここに来るのが一番高いですから。どういう意味ですか？じゃあ、でもほんまちょっと浮き足立ってます。メロードスイタの上っていうのが。まあ、確かにほんまメロードできた時もね、はい、騒ぎが起きたもんね。騒ぎが起きましたもん。何を立ててるんやっていう。うね、もうテンション高すぎて、さっきあの中国人従業員の方とずっと喋ってたんですよ。文化交流を。で、向こうむちゃくちゃ片言やったんですよ。で、向こうが日本長いって聞いてきてたんですよ。片言って。謎の状況が落ちてて。で、まあまあそういう会話もしてたんで。なるほど、なるほど。さすが吹田で一番の場所でね、吹田愛を歌っていただくということなんですが、すごい、まあ、改めて皆さんの吹田愛どれだけあるのかお聞きしたいということで、はい、うん、まずこちらのタイトルです。私だけが知っている吹田あるある。吹田あるある、はい、いいですね。皆さんの吹田あるあるを発表していただきたいんですが、はい、はいはい、じゃあゆきよちゃん、これ僕のデータですけど、はいはい、その東京にいる人、うん、田村さんと俺以外、吹田出身の人じゃあ、これもう俺のこれデータなんですけど、あの吹田でよく見る景色、はいはい、よくあるあるですね、はい、いるかよーますます盛り上がりを見せてきた吹田トーク、残念ですが今回はここまで。30分ではお伝えしきれなかった吹田あるあるや吹田クイズなどなど、楽しく、そしてためになる情報満載のトークは次回へ。吹田市広報番組、お元気ですか市民の皆さん。次回の更新は1月16日、内容はご覧の通りです。お楽しみに。
吹田市一斉合同防災訓練を実施します。家庭で身を守る訓練などを行い、緊急避難集合場所に集合してください。詳細は司法吹田1月号をご覧ください。